うわ、ほら、先生いじめです、これ。いじめです。陰湿ないじめがこのクラスに起きています。おとなも子供の姉様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで、とんがり帽子、やっていきまーす。売上報告、いくら売れたそれ。はぁ、あ、お前、あれが一日経ってんぞ。ふざけんなに、お前、あいつなんかレジの裏入ってるやついるぞ、あいつ。あいつ泥棒じゃねえの、あれ。追い出せよ。あいつ、ハボロかよ。まあ、いや、なんか学校で授業受けられるらしいから、ちょっと授業受けてみようかなと思います。おいおいおい、お前、泥棒だろ、お前。お前、さっき俺の店で奪おうとしてただろ、金。なあ、売り上げゼロじゃ。残念だったな。何俺雨降ってんだけど。雨も降るんだ。なんか傘とかもさせんのかな。じゃあちょっと、学校行くか。授業をサボってたかな、ずっとな。え、できててー。なんか、魔法を使って、いたずら魔法とかあるらしいんだよな。ちょっともう授業受けてんだけど。ここで選べんのか。え、何これ。え、なんか、え、店の経営まで授業やってくれんの。おー、始まった始まった。おー、なんか席変わってるぞ。なんで急に席替えを行ったんだよ、そこだけ。杖について勉強していきましょう。はい。皆さんの杖はいろいろな道具として使うことができるんです。あー、そうなんだ。釣りをしたいときは釣り竿に、虫取りをしたいときは網に、掘りたいときはスコップに。バカ万能じゃねえかよ。いくつかの会社潰れんぞ。花や木に水をあげたいときは、ジョウロに変えることができるんです。なんか、動物の森っぽいね。R で変えられんだ。あー、そうなんだ。おい、あいつ、おい、いじめです、これ。いじめです。手紙じゃ読んでみるか。なんだ、あいつ。はぁ、ふざけんな。あいつ、いじめです、これ。陰湿ないじめです。授業は聞いてましたよ。あめ、あれ、ありやがったな、マジで。杖はいろいろなものを変えることができますが、一つだけ変えることができないものがあります。はい。どれか？まあ、わかるよ、女の。ほうきじゃ。ほうきはタクシーがいいんだから。あ、タクシー業者潰れっからな。ほうきになったら。あいつだよ、あいつ。ほら。すごいな、じゃねえんだ、お前。ふざけんなよ、お前。あ、授業終わった。授業、早かったな。3分ぐらいあったよ。こんなんで金もらえちゃうんだから。おい、てめえ、ふざけんなよ、クソ不思議花。おめえ、投げたろ、ゴミ。おっと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 、あたいとしたことが。確信犯だな、これ。それで、あたいに何かご用か。こいつ、根に持ってんな。ちょっと、エソちゃんなんか椅子と同化しちゃってんだけど、魔法？とりあえずなんかチュートリアルっぽい授業だから、ここら辺はじゃあ飛ばしていくぞ。よし、すべてのね、チュートリアルが終わりました。なんかいるぞ、こいつ。こいつなんかおまじないの魔法を教えてくれるらしいんだよな。おまじないさらに恋のおまじないかな？ちょっと、聞いてみようか。あー、違う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 。え、なにこれ？え、なにこれ？なにこれ？え、すげえじゃん。え、透明なる、思いが届く、花子ちゃん。花子ちゃんって何これ？え、なんかめちゃくちゃあんじゃん。宝探しとか、あ、いろいろあんな。キノコ、ラッキー、透明になるがいいな。おい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 、これだともう大魔法使いじゃないこれ。透明になったら何でも正体だぜ。銀行強盗しようぜ、銀行強盗。じゃあ今回は透明になるおまじないを教えちゃうわよ。透明になるおまじないは透明になって、周りの人からは見えなくなるおまじないだよ。あ、これいいじゃん。噂話とか聞ける？マジでしょ、聞きたいわ。絶対こいつら俺のことをはめようとしてんもん。なに？素材クリスタル？クリスタルってのが必要なの？場所遺跡。ああ、西の遺跡に行って魔法使いに変身して、魔法語の呪文となる。魔法語？遺跡の周りの石が光るように一周する。あー、なかなか難しいな。最後にクリスタルを手に持つと、おまじないは成功すると。これを使わなきゃいけないの？まじない見る違うっていうのが、これを覚えなきゃいけないんだ。うわ、ほら、先生いじめです、これ。いじめです。陰湿ないじめがこのクラスに起きています。鼻かいてあるよ。いそそい、ねえ、今度一緒にどこか行きたいぞ。いそそのこともいろいろ知りたいぞ。ラフレーより。ちょっと怖いんだけど。待って、先生。放課後に校舎裏に呼び出されました。これいじめです。俺のことをやろうとしてるわ。先生、怖いっす。先生気づいてねえし。ミスキーキー。じゃあよくわかんねえけど、クリスタルゲットしに行くか。あ、街が少しザワザワしている。これが何かの流行が始まりそうな予感。流行りってそうやって始まるもんなの。とりあえずちょっとショッピングモールやってきたから、ここでクリスタルゲットしてみるか。売ってんじゃないか？これなんだ？これ何やだこれ。アクティブウェア。あ、服か。あ、これじゃねえ？ジュエリー。ここだろ。あ、ここっぽいな。ここっぽい。じゃ、クリスタル売れ。クリスタル、これかな？アクアマリン。プリンセスティアラ。これか？あ、あったあったあった。これこれこれ。これ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 こ
これいくら？あ、これ買う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 。安っ。こっちとら1万5000リッチ持ってんじゃん。買うわ。よっしゃー。これを使えばいいんだな。じゃあこれちょっとやってみるか。西の遺跡で。じゃああれじゃあ西の遺跡って、透明になっちゃうからよ。どこ？なんだなんだ、おいおいおい、なんかいじめられてんだ、あいつ。追いかけ回すな、そいつを。おい、大丈夫か、お前。おや、挨拶してないよね。はじましてあたい、売りなの。おめえは株を売れ。あたい、こう見て尽くすタイプなの。知りたくねえな。知りたくねえ情報を教えんなよ、初対面で。知ってる？知ってる？知らねえよ。あなたは、エソソっていうの、仲良くなろうよね。おい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 、最初のザチが売り棒かよ。おめえは株売っとれや。あ、ここだ。西の遺跡、ここじゃない？多分ここだよね。変身。で、ちょっと待って。魔法のやり方をもう一回覚えないとダメだな。まずは、まじない、見る、違うをやればいいんだな。まじない、あ、見る、違う。これを、一回 OK した後に、周囲の遺跡を光らせながら。はい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 。一周して、で、ここで、中央に戻り、これを持つと。来たんじゃないこれ。来たんじゃないおいおいおい、来た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 。透明なんじゃないこれ。なったんじゃん。おーおお、マジだ。透明なったぞ。やばいやばいやばい。透明になるおまじない。来ました。おい、来ちゃったぜ。ちょっとこれで、あいつらの本心をちょっと、探っていこう。おいおい、あ、ヒロシなんかあいつ。あいつ浮気してんな。あ、来てきたよ。それでさ、なんだいらしいっす。なに、何の話？何の話？全然わかんねえんだけど。なんだ、いや、こっちのセリフだよ。あー、ほらほらほら。なんて商品だけどよ。結構いいよな。俺の店の評判がな。売れてねえんだよな。何もいいもん、クソもなかったわ。さーて、銀行の前にやってまいりました。この透明状態で銀行強盗をしてやろうぜ。おいおいおい、ガード勝てえな、銀行。ガード勝てえな、話しかけられねえかな。話しかけられねえわ。気づいてねえわ、こっち。くそー、乗り越えりあと一歩なんだけどな。そういうのダメなの、これ。そういうことがしてんだけど、俺は。じゃあいいか、店行って、店のもん、全部パクってやろうぜ。こっかな？これ服かな？これ、わかんねえけど。ここはパクるか。よしよし、お、マシューのお店。なんかいいもんあるじゃん。何これ。ライダーヘルメット。これパクってやろうかな、これ。あ、パクれねえし。おい、取れよ！おい！ちょっとレジちょっと漁るか。おいおい、四股玉金溜め込んでんじゃねえの、これ。うん。もう何も取れねえよ、これ。嘘だろ。くそー！ダメか。そこが楽しいとこだろ。あ、それ待って。クリスタル消えたんだけど。一回使い切りなの？ふざけんなよ。おいおい、しょ、なんだこいつ、バケモンいるぞ、バケモン。こいつはちょっとこれ、逮捕しろ、これは。おぉ、知らないやつだ、おい。誰だ、お前。いや、こっちのセリフだろ。なんでだいぶ切れてんだよ。そかい、そか。俺様は長次郎だ、おい。俺様の子分になってみっかい？かじり殺すぞ、てめえ。おい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 、待て待て待て、ストーカーやってきたぞ。なんだ、お前。あたいとお話ししてくれるのか？この間本屋さんで素敵な本を見つけたぞ。ああ、そう。王子様とお姫様のラブストーリーだ。あたいもあんな風に素敵な恋がしたいぞ。おめえ、うちのクラス、ヒロシしかいねえんだよ。妥協すんなよ。あ、待って、魔法語じゃん、これ。魔法語の授業受けられるよ。なにこれ。喧嘩の売り方とかねえかな、これ。挨拶とかにしてみるか。さて、今回は挨拶をする方法について学習していく。挨拶する方法とか、お前さん、新人マナー研修じゃねえかよ。まず挨拶がしっかりできないと、その後長くなること難しいだろう。バケモンどもと仲良くする気ねえんだよ、こっち。おい、先生、いじめられてます。いや、主にあいつ、黄色いラフレーからめちゃくちゃいじめられてんすけど、こっち。あいつどうにか退学にしてくんねえかな。いそそえ、あたい実はみんなに内緒で育てている花があるぞ。いそそとあたいの秘密、ラフレーより。なんでこいつに好かれてんだよ、俺。怖いよ、もう。クラス変えてくんねえかな。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。